ズタさんといえばもう、はい、FF シリーズ初の MMORPGFF11 の音楽を担当されていたというのが印象的なんですけども、はい、これまでに、FF11 以外にもさまざまな作品担当されたと思うんですが、どのような作品がありますでしょうか。スクエニに入る前に、はい、あのカプコンさんに一時期新卒で卒業して入ってたんですけど、はい、その時にあのストリートファイターシリーズのストリートファイターゼロとか、あとロックマンのなんかシリーズをやってみたりとか、でその後スクエニに移籍しまして、はい、でパラサイトイブ2っていうのを最初にやりました、はい、でその後あの FF11 やって、はい、であとは13-2とか、はいはい、あのまあ、主に FF シリーズ、はい、やりつつモバイルのゲームをやったりとか、いろいろな作品を、作られた中で、はい、やはりこの FF11、担当するっていうことになった時の気持ちっていうのはどんな感じでしたか。嬉しいっていうのはもちろんあるんですけど、はい、大変なことになったなみたいなのがありましたよね。やっぱ大変なことになったなっていうのは、はい、やっぱまあ FF といえばもう昔からの続いてるシリーズですから、あの FF シリーズでいうと初めての、オンライン RPG になったっていうところはどうなんですか、意識されたところとかあるんですか。あ、もちろんそうですね。あの今までの FF のこう一人でやるやつとはもう全然違うものに作るなるっていうのが分かってたんで、比較、はい、対象になるものがその時点では ないものを作ろうとしてたんで、はい、まあなんかプレッシャーはあったんですけど、はい、なんかこう比較されるものがないっていう意味では、はい、ちょっと好きなことが、あのこうこれからどういうふうにしたらいいかなっていうのをこう自分たちで考えてできるのかなみたいな、あ、そういう感じはありました。なるほど、初めてだからこそ比較対象がないっていうのは、はい、なるほどですよね、はい、あ、まあでもオンライン RPG っていうことは結構このなんていうんですかね、はい、ユーザーの方も長期間にわたってクリアがないと言いますか、あるんですけども、そういうところっていうのはこう曲を考えるにあたってなんか意識されたりしたんですか。普通の一人でやる RPG でも、まあ、バトルの曲とかね、はい、ギルドの曲とか街の曲とかって、まあ、何回も数え切れないぐらい聴くと思うんですけど、はい、まあ、MMO って言ったらそれとは比較にならないぐらい、はい、プレイ時間が何時間とか言うんじゃなくて何日みたいな、はい、もうそうですよ ね、そこに生活するみたいな、はい、極端に言ったらそういう感じなんで、とにかくずっと聞いててなんかちょっともうこれうるさいから消したいなみたいなそういう風にならないような感じ、はいはい、存在感は多少ありつつももうちょっと消したくなるような、こうちょっと主張が強すぎるようなやつはちょっとやめといた方がいいなみたいな、はい、そういう風に、そうですね、考えられて作られたと、